ビジネスを始めるためにはそのビジネスがに、需要はあるのか、果たしてそこで稼げるのかっていうふうにマーケットリサーチから入りますよね。当然です。ですからこのマーケットリサーチから入って農業ビジネスを始めるっていうのも当然の話なんですけれども、これに農業がつくとなんかこっち側に行っちゃうんです。こっち側に行って、山下さん農業ビジネス始めたいんですけども、やっぱりお百姓さんのところに研修に行くべきですかね。いやそんなことないですよ、あなたはビジネスマンになりたいんでしょ。ビジネスマンになりたいんであればビジネスをやって必要に応じて種をまく人を雇えばいいじゃないですか。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。さあ今日も始めていきましょう。新規農業者のための農業ビジネス講座です。さあこれまではですね、割と、すでに農業をやっていらっしゃる方向けの、講座をですね、何本かやってきたんですけれども、また改めて、初心に戻りまして、新規農業者のためのですね、ビジネス講座、農業ビジネス講座をやっていきたいと思います。そして早速なんですけれども、一番よく質問をいただく内容からちょっと入りたいと思います。今日のタイトルがですね、農業ビジネスの始め方。もうものすごくシンプルです。農業ビジネスの始め方。で、これから農業に何かしら関わりを持とうと、もしくは農業を始めたいとか、いろいろ考えていらっしゃる方がですね、全国にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私は実はそれが専門で、新規で農業を始める方、もしくは新規で農業参入する方などにですね、その辺をサポートするというのが私の本当の仕事です。特に専門的なのがどちらかというと企業の農業参入ですね。個人さんの農業参入というのは実はあまりお手伝い、してないというか相談には乗るんですけれども、仕事としてはやってなくてですね、どちらかというと、無料相談で対応しているということです。で、企業の農業参入はもう本当にいろんなパターンがあります。で、その件に関してはまたおいおい、話をしていくんですけれども、新規農業者さん、個人さんも、法人さんも含めですね、やはり一番多いのが、農業ビジネスやりたいんだけど、どうすればいいですかって話がもうとにかく多いです。ですから今日はちょっとそこをですね、整理してちょっとお話ししてみたいと思っています。そもそも農業ビジネスとはみたいな話になると思うんですけれども、そこはちょっと割愛して早速本題に入ります。まずこの農業ビジネスの始め方、もう結論を言います。結論を言うとですね、一番最初に何をするのか、農業ビジネスというのはですね、マーケットリサーチをするっていうのがもう結論です。もうこれで答えは出ました。ですので、もうこれで話は終わりなんですけども、ちょっと解説します。例えばですけれども、農業を始めたい、もしくは、ラーメン屋さん始めたい、最近、例えばミュージシャンになりたいとか、お笑い芸人になりたいとか、いろんな人がいろんなことをやりたい、農業もその一つだと思うんですね。では例えば、ミュージシャンになりたい、お笑いになりたいっていう人たちは一番最初に何から始めるでしょうか。昔といってももう20年も30年も前なんですけども、その頃はですね、それこそダウンタウンがテレビに出る前はですね、皆さん誰か師匠の下で弟子入りしないとお笑いってデビューできなかったんですね。ビートたけしでも、それこそうっちゃんなんちゃんでもなかなかデビューすることができなかった。うっちゃんなんちゃんは師匠がついてたというわけではないんですけれどもね、でダウンタウンとかも養成所でこうデビューしたようにですね、最近もお笑いやりたいっていう人たちは養成所に行ったりする、もしくはいきなり YouTube でネタを出して受けたりなんてしてる人たちもいますよね。もちろんミュージシャンもしっかりです。ストリートミュージシャンで、何かしらの、プロデューサーの目に留まり、デビューするなんていうね、ストリートミュージシャンなんていうのを、デビューのきっかけになったり、いろいろそれこそ昔はデモテープを作ってどんどん送り込んでデビューのきっかけをつかむなんていうのが、新しく何かことを起こそうという人たちのやり方だったんですけれども、それこそもう米津玄師みたいにですね、YouTube の中からどんどんデビューしてる人たちもいるというように、今ミュージシャンやお笑い芸人の人たちは、YouTube を始めることによって、デビューのきっかけをつかむことができたりします。で他にも例えばじゃあラーメン屋さんやりたいですよ、お寿司屋さんやりたいですよ、ここになってくると、もしかしたらさすがにテクニックの問題もありますので、ラーメン屋さんやお寿司屋さんこう弟子入りしたり修行したりっていうのがこう出てくるわけなんです。さあそうなってくると、じゃあ農業を始めたいっていうとどうすればいいのかってことになりますよね。もちろん農業も、例えばどこかに研修に行ったりとかする人たちもたくさんいるし、全国の農協さんとかもそういったものを受け入れる体制を整えたり実はしてるんです。ただここでポイントになるのは、
例えばミュージシャンやお笑い芸人というのはどうやって金をお金を稼いでるかってことなんです。ミュージシャンやお笑い芸人というのは最終的には名前が売れて、自分のコンテンツが売れることによってギャランティーをもらうことによってどん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 成功していくわけですよね。っていうその、ギャラを上げてくれる人っていうのは、まあ、プロデューサー側であったりプロモーター側がお金をこう釣り上げてくれるんです。ですからその人たちの目に留まらなきゃいけませんよね。で一方ラーメン屋さんやお寿司屋さんというのは、まあ、味がまずくてはもうしょうがないですし、まあ、店構えの作り方とか、どうやって自分がラーメン屋さんやお寿司屋さんでやるのか、まあ、三つ星レストランで修行してましたとか、京都の老舗で修行してましたというのは箔がつく、箔がつくことによってお客さんがやってきてくれる、お客さんが来ることによってこの人たちは成功していくわけです。まあ、今何の話をしているかというと、今日始め方というお話です。ですから農業ビジネスを始めるってことはミュージシャンやラーメン屋さんはつまり自分が成功するためのきっかけになるところに近づくっていうのが始め方なんですよね。じゃあ農業が成功するのに一番手っ取り早いところっていうのはどこなのかってことを考えないとこれは始められないんですよね。はい、ですから農業を始めるってなってくるのと、まあ、また別途農業ビジネスを始めるちょっとニュアンス違うんですけれども、まあ、ここをちょっと解説していきたいと思います。もし農業を始めたいっていう方がいたならばですね、まあ、農業を始めるって基本的には生産業ですね。この生産業を始めたいっていうのであれば、このラーメン屋さんやお寿司屋さんと一緒で、何かしら生産業をやっている農家さんのところに修行に行くっていうのが始め方なんです。そうですよね。ですからただ農業をやりたいんだけれどもただ生産だけではなくてちゃんとそこでお金を稼ぎたいよってなるとちょっと話が変わってくる。なぜかというと農業には実は3つあるんです。1つはプレイヤー、2つ目がプレイングマネージャー、そして3つ目がマネージャー。これどういうことかというと種をまく人、種をまく人をまあプレイヤー、いわゆる耕作する人、これプレイヤーですね。ところが一般的な農家さんというのは種をまいて耕作をしながらそれをで、を糧にまあ仕事にしてまあお金を稼いでる。つまり自分で、生産業務もしながら経営もやるっていうプレイングマネージャーなんですよね。ところが最近はですね、従業員を雇って自分はマネージメントだけをする、そして種をまく人や、販売する人もしくはパッキングする、いわゆる袋詰めする人たちを雇うことによってマネージャーとして農業をやる人たちっていうのも実はたくさん増えてきてる。まあ、これが先ほど私が冒頭でお話した企業の農業参入というのはもうほとんどここに入ってきます。で一般的な農家さんというのはここに入ってきます。そして残念ながらただ種をまくだけの人たちというのは今からどん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 淘汰されていきます。ですから農業を始めたいのであるならば、まあ、こちらのところに修行に行かれてはどうでしょうかって話になるんですけども、農業ビジネスを始めるとなるとどちらかというと、まあ、経営側どうやってお金を稼いでいくのか、何を売り買いするのか、何かをトレードして、商品もしくは、サービスを提供することによってビジネスをするわけですから、まあ、どちらかというとこことここというよりもこちらの方が近くなる。つまり農業も今プレイヤーとプレイングマネージャーとマネージャーとそしてビジネスマンっていう、まあ、農業もあるんです。農業ビジネスですから農業ビジネスやってる人っていうのはこのビジネスマンのジャンルに入ります。ですから今回農業ビジネスの始め方なんですけれども、このビジネスマンになる方法って話になるんです。ここまで OK ですかってなってくるとビジネスマンですから何かしらビジネスを始めようって、そう皆さんどう何から始められます？そうですよね。ビジネスを始めるためにはそのビジネスがに、需要はあるのか、果たしてそこで稼げるのかっていうふうにマーケットリサーチから入りますよね。当然です。ですからこのマーケットリサーチから入って農業ビジネスを始めるっていうのも当然の話なんですけれども、これに農業がつくとなんかこっち側に行っちゃうんです。こっち側に行って、山下さん農業ビジネス始めたいんですけども、やっぱりお百姓さんのところに研修に行くべきですかねって、いやそんなことないですよ、あなたはビジネスマンになりたいんでしょ、ビジネスマンになりたいんであればビジネスをやって必要に応じて種をまく人を雇えばいいじゃないですか、もっと言うと経営する人まで雇っちゃうといいじゃないですか、というようにビジネスをする思考と農業をする思考というのは若干異なるんです。この農業とビジネスが一緒になってくるとなんか TPP みたいな感じになりましたけど、これが一緒になっちゃうと途端に農業のことが分からなくなってくる。これが今農業ビジネスの不思議なんです。じゃあ農業ビジネス例えばこんなことがあります。じゃあ野菜を売るビジネスをしますよって、
野菜を売るビジネスをするのであるならば、自分が種をまいて耕作する必要はありません。仕入れてから売ることだって農業ビジネスの一つなんです。ということは、野菜を売るビジネスをやってしまう、やるときには当然のことながらマーケットリサーチですので、バイヤーと、市場調査というのをやらなければいけません。でもしくは野菜をレストランに供給するようなビジネスをするのであれば、レストラン、外食産業でどういった農産物が使われているのかっていうものを、リサーチする必要があります。じゃあ例えば農業ビジネスの中で中古車農機具、例えば中古のトラクターとか中古の、田植え機コンバインというものを、農家さんから仕入れて、例えば、輸出する、アジアに例えば輸出する、これも農業ビジネスです。まあ、そういうことを考えられているのであるならば、どういった、商社をルートを使って、どういったところに輸出をすればいいのかっていうのはリサーチをする。例えばこの人材派遣、例えば農家さんが人手に困ってるから人材派遣をしようというようなビジネスを始めるのであれば、今度農家さんがどのタイミングでどういった人、どういう仕事の、業務の時に人が困ってるのかって、今度農家さんをリサーチする必要がありますよね。はい。まあ、このように農業ビジネスっていうのはとにかくリサーチから始まる。これが農業ビジネスの始め方なんです。で、先ほどお話した通り、私の仕事っていうのは企業さんの農業参入コンサルタントだったり、新規農業者さんの、まあ、農業パーソナルトレーナーといって、まあ、その人たちをこうサポートする仕事なんですけども、他にもですね、実は講演セミナーというものを全国でいろんなところで行わさせていただいています。まあ、最近はこのコロナの影響でですね、まあ、最近はだいぶ自粛しているんですけれども、つまり講演セミナーっていうものは誰にとって需要があるのか、これ自治体なんです。まあ、農業者もしくは農業団体の研修会勉強会というのも全国至る所で行われています。その自治体さんがいつどのようなタイミングでどのような講演内容をしてほしがっているのかっていうものをリサーチするから、私はこうやって全国講演セミナーを行かせていただいているということになるんです。先ほどちょっとこう飛ばしましたけれども、企業さんがどのような形で参入したいかっていうのが分かっていると、農業コンサルタントっていうこともできるかもしれません。このようにですね、農業ビジネスというのはあくまでも、その、ビジネス自体に需要があるのか、でそこをリサーチすることから始めるっていうのが答えになります。はい。まあ、そこで、いろんな方々がですね、この農業ビジネスに参入してくるときに、結構こちらの方というのは結構忘れてて、この農家さんをターゲットにしたビジネスをやりたいということで結構いらっしゃるんですね。でもちろん農家さんを対象にしたビジネスっていうのは非常に、これからまだ伸びていくんですけれども、例えば どういうのがあるかというと、トラクターカスタマイズ、これいいビジネスになるかもしれないです。で、私はちょっと不器用なんでできないんですけど、例えば、塗装をやられる方とか、いろいろ車をこうチューンアップっていうんですか、改造したりとかする、そういう会社の人が例えばトラクターを例えば色を塗り替えるとか、例えば柄をつけるとか、こういうビジネスがかなり流行ると思いますよ。だっておかしいって思いません？世の中のトラクターって青と赤しかないんです。まあ、最近はちょっと違う色も出てきたんですけども、例えば黄色とかピンクとか、花柄とか、もしくはゼブラ柄とか、もしくはなんだ、例えばペイズリーの柄とか、そんなのがあったら楽しくなるじゃないですか。多分誰かがやられたらこれ結構流行りますよ。ぜひ、この動画見られてる方始めてみてください。他にもですね、デザインホームページ、まだ農家さんっていうのは、ホームページとかまだ持ってません。ですから農家さんのためのホームページを作ってあげますよって言うと、農家さん結構喜ばれるんですね。まあ、もちろんその必要性というのも伝えないとダメなんですけれども、でさらに言うと、今農家さん自体もですね、自分で商品を納品したり、いろんなところに売ったりする農家さんがたくさん増えてきてます。で、一番困るのがですね、このパッケージなんです。パッケージ、このパッケージがどうしても汎用性のあるものしかないので、オリジナルのパッケージを作りたい、もう自分のオリジナル商品にはやっぱりオリジナルのドレスを着せて販売したいというような要望に応えて、農家専用の、デザインを考えるデザイナーさん、もうぜひこれ農業界に、仕事がたくさんありますので来ていただきたい。さらに言うと、チラシとか、ポップとかを作るので、農家さんって生産は得意なんですけれども、こういうパフォーマンスというか、伝える力っていうのは実はあまり得意ではないんですね。ですからそういったものを、代わりにやってくれるような、ビジネスをやってくれると、もうそれだけでめちゃめちゃ農業ビジネスになります。うん、そして一番分かりやすいのはこの営業代理ですよね。農家さんっていうのは基本的には生産が得意ですけれども、なかなか現場を離れられない。
そして自分の商品を売り込むのが苦手であるという方がたくさんいらっしゃいます。ですから、あ、じゃあ私が代わりに売ってきてあげますよ、私が、代わりに営業してあげますよっていう、この営業代理、実はこれだけでビジネスやってる人実は世の中に5万っているんです。ですから先ほどここに言った通り、もし皆さん方が知り合いのレストラン、もしくは知り合いの、まあ、何かしら製菓業者さん、食品関連のところで、ああそうだな、かぼちゃが欲しいんだよなっていうような需要、いわゆるマーケット、何が欲しいって、こういうのが欲しいんだよなっていうマーケットがあって、そしてああそういうの持ってるよっていう、そういうの持ってますよと供給側があれば、これをマッチングさせるだけで十分この農業ビジネスっていうのが成り立ちます。ですから、農業ビジネスっていうと、もうついついなんか種まかなきゃなとかいうふうな思いを持ってらっしゃる方はいらっしゃるんですけども、農業を始めるならば当然種をまき方を知らなきゃいけません。自分で農地を持つような努力もしなきゃいけませんけども、ことのほかこの農業ビジネスというふうなのはですね、ちょっとニュアンスがします。違います。もうちょっとトータルで大きいんですね。ですからこの農業ビジネスをやりたい方はですね、ちょっと、頭を少し柔らかくして、まだまだ農業業界というのはビジネスチャンスがもう豊富ですので、皆さんがなんかやりたいことに、このやりたいことに農業ってつけてみればいいです。今皆さん方がやっているやつに、農業ってつけてみる、そうすると意外と面白いビジネスが見つかるかもしれない。ということでですね、今日またすいません、また早口になりましたけれども、農業ビジネスの始め方っていう話をさせていただきました。まあ、これからもですね、新規農業者の方のですね、まあ、いろんな疑問、まあ、聞きたいような内容についてですね、まあ、少しずつ情報を、まあ、少しずつというか、まあ機会あるごとにですね、皆さん方に提供していけたらいいなと思っています。はい、じゃあ最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もし動画を気に入っていただきましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。この他にもですね、稼げる農業に役立つヒントを農ビジセミナーやメルマガの方で配信させていただいております。こちらの方もですね、ぜひご覧いただけるとありがたいです。詳しくはこちら農ビジで検索していただきたいと思います。それではまた。